はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、これ第3のビールですね。かなり昔に買ったやつを、忘れてまして、飲みます。もう賞味期限がね、今年の5月なんで、あと1ヶ月もない。1ヶ月しかない。こちらクリア朝日の吟醸です。数量限定。原材料が発泡酒。過去、麦芽とホップと、大麦とコーンとスターチと、スピリッツ大麦。で、アルコール度数6%となってます。大麦 1.5 倍、長期熟成製法。上質なコクと、華やかな香り。となってます。でですね、今回こちら、じゃん。何かと言いますと、今日のつまみは、800g で、送料込みで2000円で購入しました。イカのくちばしです。イカの口です。これがですね、ニコニコ動画で、料理とかの、釣りとか やってる人が、これ美味しいんだよね、みたいな感じで、食べてたんで、ほほーと。で、俺も食べたくなり、購入いたしました。で、これは塩茹でしただけですね。塩で茹でただけです。このね、黒いね、くちばしの部分は食べられないらしいんで、これをひっぺがして、食べるらしいです。うん。乾杯。なんか、普通のクリアサヒに比べると、なんかマイルドっぽくなってるな。なんかマイルド。シャープじゃなくなってる。まあ、うまいかって言われると、別にって感じですね。それでは食べたいと思います。これ食ったことないんだよね。これは珍味らしい。珍味らしいんで、美味しいらしいです。が、この黒いやつをね、このいわゆるくちばしをですね、取って、あ、結構あれなんだ。剥がして、結構鋭いですね。いただきます。わりかし噛み応えがあるかな。いてててててて。いてててててて。わりかしいい食感が。こう。まあ、でも、イカだよな。まあ、ぶっちゃけた話、これイカですね。イカのこの、噛み応えのある食感。うん。美味しい。うん。なんか、
イカっていうか、なんかタコっぽい、タコのあの、タコかな。タコっぽい気もしなくもないんだけど。イカっていうよりはタコですね。この食感。なんとなく。食感的にはタコです。ただ取るのがちょっと。めんどくさい。と言えばめんどくさい。タコの、あの、茹でたやつ。茹でタコを食ってる感じ。取れない。茹でタコです。茹でタコ、うん。うん。なんか、タコっぽいな。本当にタコっぽいな、なんか。まあ、あの、関係ないんですけど、あの、イカにはね、まあ、かなり、あの、寄生虫のアニサキスが、ね、寄生していると。まあ、このようにですね、茹でて、あの、茹でれば、あの、死ぬんで問題ないんですけど。結構、イカって、刺身とかで生で食うじゃないですか。だから、まあ、でもその料理の、あの、ニコニコで有名な、その、イカね、あの、さばいて食ってた人は、あの、一切気にしたことはないって言ってて、かかったこともないし、って言ってたんですけど、俺もかかったことはないんですが、まあ、結構腹痛が、でも一回俺、あの、アニサキスに感染したんじゃないかっていうぐらい、あの、吐き気がね、恐ろしい時があってですね、それで俺病院行ったんですけど、あの、胃カメラされましたからね。アニサキスの、あの、検査みたいなのをされて、すごい、これ。でっか。アニサキスの検査。あ。まあ、結局違う。ピロリ菌か。ピロリ菌の検査みたいなのされた。胃カメラで。あ、うまい。食感は結構、食べがいがある。で、結局ピロリ菌いなかったんだけど。気をつけた方がいいです。まあでもどうなんですかね。ちょっとでも体傷つくと死ぬらしいんですけど。アニサキスはね。なかなかこれ取るの、めんどくせえな。でも本当にこう、イカに噛まれると恐ろしく痛いらしいから。うん、美味しい。うん。いい塩梅。うん、塩が効いてて。
美味しいんだけど、これ、これを取るのがめんどくせえ。でもイカとか刺身美味しいですよね。うん。まあアニサキスは生食が基本、魚とかを刺身で食べる、まあ日本が非常に多いらしいですね。外国は基本的に生で食わないみたいなんで、あんまり、発症はしてないみたいなんですけど。鋭いな、本当に。ほら。この鋭さよ。うまっ。なんかこう、タコよか。出汁が効いてるっていうか、スルメを食った時に、旨味成分っていうのはあるでしょ？あるじゃないですか。あれですね。やっぱスルメってタコに比べると、明らかに旨味成分がある。俺もスルメとか、大好きなんですけど、スルメは。本当に大好きで。むちゃくちゃ食ってた時期が結構あったんですけど。やっぱうまいっすよ。ゲソもうまいんですよ。俺結構ゲソが好きで。特にしょっぱい。ゲソの方がなんかしょっぱかったりするんですよ。そのしょっぱさがまた好きなんだけど。クソ、全然取れねえ。これ取るのだりーな。本当に取るのだりーな。マジで。これなんとかしてくんない？これ。誰か。取るのかったるいな、マジで。取るのかったるいっす。うでも、昔釣りはしてたんですけどね。釣りもね。昔は、中学生ぐらいの時は、釣りが、友達と夏休みによく釣りは行ってたんですけど、結局、釣れるのが大体、防波堤で、投げ釣りなんですけど、ほとんど、ポイって投げて、んで、まあ、放置しとくんですよ。餌は、青いソメですね。で、青い染めもさ、青い染めもさ、結構さ、つけるとき、針につけるときさ、すげえ痛かったりするんですよ。めちゃくちゃ噛んでくるのよ、あいつが。釣りやったことない人は分かんないと思ったけど。まさにこれのちっちゃい版みたいな、この、
こういうなんか、こう、歯があって、ミミズに歯が生えてるよね。あの、先行虫みたいな、ね、感じのやつなんですけど。こう、噛んでくるんですよ。それが地味に痛いんですよね。あの、地味な痛さね。まあ、大して痛くないんだけど、結構、痛いっていうか、なんかビビりなんで、ビビっちゃって。まあ、でも実際結構痛いんですよ、あれ。割かし。で、大体釣れるのが、夏休みの時の、あれだと、ほとんどマゴチしか釣れないんですよ。なんでかっていうと、俺が、大体こう、ポイって投げて、ほっといて、で、5分ぐらい経ったらこう、引くんですけど、そうすると大体マゴチがかかるんですよ。で、マゴチって、まあ、割と、うまいらしいんですけど、あの、刺身とかで、あの、でかいやつとかだと結構、うまいみたいな。まあ、俺も持って帰って、あの、焼き魚にして、食ってた時はあるんですけど、まあ、別に、うん、でも割とでかいやつは高級魚みたいです、あれは。個人的にキスとかが釣りたかったんだけど、全然釣れなくて。っていうのも、あの、キスって、白ギスって、あの、動いてるものしか食わないんですよ。だから、沖にこう投げて、ちょっと引いて、ちょっと引いて、また止めて、ちょっと引いて止めて、ちょっと引いて止めて、これを繰り返してと釣れるらしいんですけど、俺だるいんで、これめんどくさがり屋なんで、ポイって投げて、あと置き座をして、ポイって、あの、10分くらい放置して、っていう、パターンでした。俺のあの、友達と一緒に行ったんですけど、あの、友達もだいたいマゴチしか釣れてなかった、なくて。っていう。あとどうでもいいこととして、最近、あの、ニコニコ動画の、まあ、料理タグの人で、カメゴロって人がいるんですけど、カメゴロって人、まあ、かなり有名な人で、テレビにも何度か出演してる人なんですが、あの人の動画見てて、まあ、あの人の動画大好きなんですけど、あれ食いたくなったね。あの、なんだっけ、伸びるだっけ、あの、下になんか、あの、葉っぱのネギの、ネギになんか、の土の部分に、土っていうか、なんて言うんだろう。伸びるだっけ、あの、なんか、先端に玉ねぎみたいなのがついてるやつ。ちっちゃい玉ねぎみたいなのついてる、あの、草があるじゃないですか。あるんですけど。それ食いたいですね。なんかネギっぽい。なんだっけな、俺、それの似たような、その動画内で出てきた、もう一方の方は食ったことあるんだけど、伸びるじゃない方。は食ったことあるんだけど、これ全然取れないな、クソ。にしても。この歯。こいつ全然取れねえ。ああいう知識、サバイバル知識持ってる人はすげえよね。ほんとに。なんだっけ、伸びる、確か伸びるだった気がする。あ、伸びるですね。
そう、朝月は食ったことあるんだわ。実家の方で朝月は栽培してたんで、食ったことあるんですけど、まあ、ネギですね。うん。味としては。ネギの白い部分を食ってるような、まあ、そんな辛くはない、まあ、辛いか。まあ、非常に似た味がします。伸びるはもっとでかいんですよ。伸びるってやつは。朝月でほとんど形変わんないんだけど、ネギの先っちょになんか、玉ねぎみたいな、球根つけてるやつなんだけど、まあ、玉ねぎの、5分の1ぐらいの小ささなんですけど、伸びるがね、うまいらしい。伸びる食ったことないんだよ。でかいんですよ、伸びるが。朝月に比べると。春の河原は美味しい伸びるが取り放題だって。これがね、俺もこれね、取りたいんだけどね。どこにあるのかな。でもこれ買うとクソ高いんだよ、これ。本当に。冗談じゃないぐらい高いんですよ、これ。ググったらね、アマゾンとかでね、ググったら5000円ぐらいするの。は?と思った。5000円だからな。100g 5000円とかするんですよ。意味不明だと思って。買わなかったね。ちょっとあれっすね。取りに行っても、河原か。河原か。これね。うまいんだけど、取るのがめんどくさい。イカのくちばし。トンビですね。これね、トンビっていうらしいです。このイカの口の部分。トンビというらしいです。イカトンビ。イカトンビというらしいですね。俺が買ったところ楽天なんだけど、楽天のとこで買いました。安いです。楽天のとこで送料を含めると2000円ぐらい。800g で2000円。これ安いです。アマゾンとかだと 500g で2000円、2800円とかするから。高いぞ。まあでも、ぶっちゃけた話、まあでも、結構コリコリする食感が、楽しめる。楽しめる。コリコリした、イカですね。イカのこの旨味が、旨味成分が、いい味出して、いい味出してますね。取るのがめんどくせえ。取るのがめんどくせえんだ、これ。よいしょ。でも、イカって美味しいですよね。確かに。うまみが。このうまみ成分。これエビだ。
これエビの味がする。むきエビみたいな。イカっていうか、むきエビですね。この味。これむきエビの味するわ。エビに似た味するね。うん。ほとんど、一緒じゃない。イカっていうよりは、むきエビの味するな。塩茹でしたエビ、あの、むきエビみたいな味する。本当に。そっくりじゃないか。本当にそっくりだな。エビもやっぱうまいっすよね。この旨味成分がいい味だし。シイカとか干しイカとかもうまいよな。干しイカね、スルメね。久々になんかスルメも食いたくなってきたな。コク、コク、甘み、香り、大しておすすめでもないですね。4233です。ご視聴ありがとうございました。